見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。あ、俺の帽子がね。
見つけた時にはなかったな。参ったな。どこに行っちまったんだ。あ、サニー沈んでんじゃねえか。うわっ、あぶねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようなこの島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブロックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。いなくなっちまった奴らが心配だ。それにサニー号の修理のため、俺も一緒に。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。ナミたちいたか。いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ。ここは岩が崩れちまってる。この状…あいつらもし…おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか。ああ、着水のしょ…サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ。みんな合流したらそいつを
みんな合流したらそいつを探しに島を探検だ。いや待てルフィ、おい。この辺りには見当たらね。無事でいてくれよナミさん。すぐに助け。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け。雷雲のない空から落雷。でも今はみんなを探すことが先決。この辺、かすかにナミのに…本当か、チョッパ。ナミの匂いは…俺たちより先に流れ着いてたの。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。
道がねえ。ルフィ、反対側だ。よし、行くぞ。なんだ？こいつさっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。マナーの悪い野郎だ。俺が一から叩き込んでやるか。その程度だよ。うぅ、俺を狙ってるのか。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ？よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ゴムゴムのガソリンだ！もっと強いやつはいね。待てルフィ。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパ、
いや、腹敵意はなさそうね。なんだ、待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。え、いやー、ウソップ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。俺の仲間に手出すんじゃねえ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。治療なら俺に任せろ。大丈夫、これでみんな治せる。ピヨピヨピヨ。俺に任せろ、ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。俺の仲間に何するんだ。待ってろ、どけ。なんだよ、生きてた。危ねえ。あの鳥、いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかい。ナミさんはこの先だ。まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。
ミがいたぞ、ルフィ。ナミさんに手出し。なんだ、待っとけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。私の番ね。ドスフルール。グロップ。やるか。セカンド、ゴムゴムのジェットウィン。来るなら迎え撃つだけよ。トレインタフルール、フリップ。いやな、俺は負けねえ。ゴムゴムのピストル。もっと強いやつは。おい、この力があれば俺は勇敢な。マリン、ワルカイブ。よ。一緒か。ああ、あとは迷子のマリモが帰ってき。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩してる場合か。ナミ、てめえクソゴリラ。今すぐナミさん。ナミのか、ありがとう、助かるわ。ナミスワーン、これ受け取って。手ごわい。みんな、気をつけて。トレインタフルール、フリップ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。
サンダーボルト、テンポ！やっべ、情けない姿を見せちまったな。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。ゴムゴムのジェットウィング。サンダーボルト、テンポ！ドスフルール。グラップ。ゴムゴムのジェットバズーカ。この程度だ。ミラージュ。トレインタフルール。フリップ。ありがとう。今ならな、ここまこん。ナミさーん、無事でよかった。おう、ご苦労。お前じゃねえよ、クソケ。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうしたフランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よ恐れ入ります。まさか、あれが海賊？
こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンド3人号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、デケイ島がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。